今回は上手限定でプレイをやっていきたいと思います。選ぶシナリオは食徳同盟で、武将ですが島津家の島津義弘を選びたいと思います。難易度は超級、その他設定はご覧の通りです。領主リセットはあってもなくても上手のみでしかしやりませんので、あまり関係ありませんが、表情を始めます。では早速やっていきましょう。上手限定というのは何かというと、軍団長にもならず独立もせず島津家を、まあ、総武事例か全国制覇までやっていくという形でプレイしていきます。まず一番最初にするのは人材の推挙、これ全部返そうかなと。で、すっきりして今武将一人になったところからプレイしていきます。もう序盤やるべきことは、まあ連兵場を作ってといったところですが、まずは進出を行っておきます。これなぜ最初に武将を返すかですが、次のまた提案やるときに説明したいと思います。では提案見ていきましょう。この最初に武将を返すことによって、この人材を選ぶときに、このあと何人配下にしてもいいですよと大名から言われるんですね。で、この何人というふうに書いてあるときにやると、この必要発言力が大幅に減りますので、まずいらない武将を先に返してから武将を選んでいこうかなと。で、誰を選ぶかですが、ここは島津4兄弟でやっていこうかなと。なのでまずは家久を呼んでおきます。で、この提案ですが、以前は上の4つしかなかったんですよね。バージョン 1.02 までは、発売日から4月の中旬あたりまで上の4つしかなかった。で、今回上手限定プレイをするときに上の5つを封印しようかなと、使わないでやろうかと思ったのですが、バージョン 1.04 で敵を捕獲したときに全て自分の武将となってしまうんですね。登用すると今までは大名に全て言ってたのが全部自分の武将になってしまう。そうするとそうした武将は推挙で大名に返さなきゃいけないんですが、そうすると必要発言力が大きく増えすぎてしまうと。かといって大名が最後の敵の一城を落とすのを待つというのもゲームとしてなんか間抜けな感じがしますので、今回も使えるものすべて使ってプレイしていきたいと思います。ではまた人材を一人選びます。ここはまた島津4兄弟揃えるためにやっていきたいと思います。で、武将の再配置も行い、で、やはり最初に建てたいのは連兵場。これがあると連度が下がりませんので、兵数少なくても強い兵で戦っていけると、そうしたメリットがあります。では再び武将の再配置を行い、星久も南の方に送ります。いやー、こちらは土地が良いですね。いい感じに拡大していけそうな気がします。しかもここの城は金山もありますので、最後の方まで活用できるのかなと。で、武将が揃ってすでに連度も上がりきったので早速攻めてきます。まずこちらの方の城から攻めます。では都の城からも兵力を差し抜けます。我が戦お見せしましょう。表情を始めます。先月の終始、この耐久が少ない線とかの値のところから中心に攻めていこうかなと。さて、奨励で鉄
功や馬術を上げてきます。出陣するぞ。加勢いたしますぞ。お任せを。敵が我が領内に向かっております。攻めてくるのは、まあ、なんとなく予想はしてましたが、多分味方が全部やってくれるかなと。もうすでに味方もある程度の勢力あるので、この辺りお任せでやってもなんとかなりそうな気がします。さてこちら倒せるかどうか。なんとか黒人衆も来てくれてるので問題なくいけそうですね。ただ城を取り付いたところでは黒人衆がいなくなった。騎乗する。敵城門突破しました。北の方の防衛はお任せでもう大丈夫そうですので、引き続き周囲を攻めていきたいと思います。樽水城を取り終えました。当面はこの繰り返しかなと。それでまず肝付きあたりを倒してから北上していく。いい感じに戻ったタイミングで敵が我が領内に向かっております。って聞きましたが、まあ、なんとかなるでしょう。表情を始めます。先月の終始です。ここ山城だと思いますので、まあ、特に敵来ても追い払うのは楽かなと。さて提案でもう一人もらいたいですが、良さそうな武将は特にいないのでもう少し待ちます。もうちょっと提案力増えたら狙っていこうかなと。今しかも武将が出陣してるので、提案でもらいたくてももらえなかったですね。有力な武将が連兵所建ててるので連度は下がっていかないので、まあ、問題なくすぐに出陣して対応できることでしょう。他にやることないので、ここは道路整備でもしつつ時間を進めます。では城の前で戦います。出陣するぞ。ここは素直に合戦で追い払いましょう。まあ、山城ですので問題なく。よし。あ、今一つの部隊いたはずですが来てませんね。もう一部隊が近くにいたと思いましたが。我に続け。さて敵はこちら側から来たので、まあ、問題なく追い払えるでしょう。覚悟が貴様を撃つ。まあ、あまり意味なかったですけど、はい、問題なく追い払えます。不甲斐ない。これで敵は追い払えました。では引き続き兵力回復するまでのんびりと過ごしたいと思います。先月の今人吉城に味方の軍が攻めてますね。まあお任せということでこの辺りは。一方原田城に敵が攻めてきてる。この隙にこの国見城を狙っていけたらなと。もう少し兵の回復を待ちます。ではこのタイミングで南行きます。さて国見城の方はかしこまりました。無事に取り付けたので、まあなんとかなるでしょう。今強撃されてしまったのはちょっと痛いところですが、いい感じに黒人衆来てくれましたので、まあな
んとかだけれども両方とも兵数かなり減ってしまったのでちょっと攻めきれなかったですね。この人吉城を取るために兵糧を納入してもうすぐ達成報告をしましょう。で自分の城のところに配置すれば布陣すれば人吉の耐久など削れますのでこれで対応します。うん、特に耐久とか減らなかったですね。ちょっと条件がよく分かりませんが、なんとか北から来た部隊も対応できたので、強行で人吉落としてるのでなんとか攻めきれるでしょう。いたしました。戦争でようやく人吉城を落とせましたので、まあ、ここ本城ですのでかなりの戦力増強になったかなと。で軍団長になると言われましたが今後一切家を選び続けます。表情を始めます。先月の軍団長になると切り取り自由になるので攻略は楽になるのですが、あえてそれを制限しつつプレイしていきたいと思います。そして提案でいよいよ4兄弟の最後の1人を長男の義久をもらい、これで島津4兄弟が全て自分の配下になりました。いよいよここから本格的に攻めていけたら良いなと。連動が回復したら攻めてきます。せっかくですので経験値稼ぎも兼ねて兄弟揃って出陣していきます。表情を始めます。ください。出陣します。今度も出てきますね。ちょっと先に通してから攻め込もうかなと。先月の終始です。我に続け。通り抜けられなかった。待機しよう。追い払いはしますが一旦戻ってそれから再び攻めます。ご命令を。先月の終始です。これ提案で攻略目標をこちらにしてしまうという手もあるのでちょっとやってみましょうか。我が領内に敵が迫っております。北は攻めてきてもなんとかなりそうな気はします。我が戦お見せしましょう。かしこまりました。味方も出てくれてますので必ずや勝つ。出陣するぞ。報告いたします。風いたします。海城の方も問題なくで時を同じくして味方の部隊も攻めてくれてますので、もしかしたら攻略で相手のところを選ぶとこのように一緒に攻めてくれるのかもしれないですね。承知しました。詳細はちょっとよくわかりませんが、先月の終始です。報告いたします。先ほどまで全く動く気配はなかったのに今回は一気に動き出しましたので、まあ攻めるのに貢献しても特に自分の城になるわけではないのですが、なのでまあ、お任せして帰りましょうか。で最後の1条はもらいたいのでこちら攻めていきましょう。いざ戦へ。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。かかれ。他の部隊も今来てしまってますね。表情を始めます。先月の終始です。で敵の援軍も来ていると。なので手早く落とせるかどうか。城門を破壊。
開しました。よし、なんとか攻め落としたけれども、今捕虜を捕まえられなかったですね。自分のところで捕虜をもらえればよかったんですが、多分ニーロさんあたりが持っていってしまいましたね、捕虜7名と。さて、あとは防衛はお任せして、今ちょうどここは剣豪がいるところを取り込めますので、ここを取り込んで丸目さんを手に入れました。今大友家が高城の方を攻めてきているので、ここの防衛戦終わった後にこちらから伊藤家攻めていこうかなと思います。それまではのんびりと過ごしましょう。今は一部隊味方が倒しましたので、まあ盤石な体制、今九州は大友と龍造寺、そして島津でほぼ半数以上を制圧しているような状況になってます。今大友が高城を落としてしまいそうな勢いですね。あまり大友家に勢力伸ばしてもらいたくはないのですが、大友の勢力ちょっと伸ばされたのは痛いけれども、まあ、この間にこちらも戦場へとかける、佐渡原城を攻めたいと思います。出陣するぞ。出陣します。ここは高城攻めてしまうという手もありそうですが、ただ敵の援軍も来ているので、素直に佐渡原城を攻めましょう。味方の増援部隊も来てますので、これは別のところを狙ってるんですね。ということは少し攻め落とすのを待つのも良いのかなと。ただめんどくさいんでそのまま行きましょう。はい、佐渡原城を攻め落とせました。騎乗する、戻るぞ。で、軍団長のお誘いは全て断ると。上場を始めます。先月の収支です。いよいよ次は高城城で大友との対戦になるかなと。はい、伊藤家も攻め滅ぼしました。武将一人だけですが仲間になったのはいいんですが、誰だこいつはみたいな人物でしたので、ご命令を。先月の収支です。どうしましょうかね。お返しするという手もあります。提案で推挙をして、で、人材はどういった人をもらえるのか、何か便利な特性がある人の方がいいんですが、誰もいませんでしたので、ここは島津実心祭ももらいましょう。もうこの調子でいくとどちらが本家なのかがよくわからないですよね。どうもこちらの武家の方が本家のような気がしてしまいますが、ではここは高城を攻めていこうかなと。今出せる部隊は家下のみ。まあ少し連動回復しきってないですが、こちらからも行きましょうか。強撃させるために、あとは敵の援軍がどれぐらい来るか、あまり多くはないので手持ちの部隊だけでも倒せそうな勢いです。報告いたします。ただ味方が出てきてしまったので、うまく強撃をやりたくても強撃ができないかもしれない。さてこの辺りどうなるか。出陣します。うまく敵部隊が出てきてくれたので、これでなんとか強撃ができる。皆の者、
兄上たちは、ゴズメは必ず来る。その時には、我らも打って出るぞ。到着した島津軍のゴズメに対して、焦った大友軍は、無謀とも見える猛攻を仕掛ける。島津軍は、この攻勢に耐えながら、徐々に大友軍を包囲する形を整えている。大友などに、この地は九州は渡せん。義弘、俊久、頼むぞ。よし、引け島津全軍。これより先は一歩も引くな。目に入る敵、すべてを切り捨てろ。義久、義弘、俊久、そして高城より打って出た家久の島津四兄弟の軍に包囲され、大友軍は崩壊、北へと逃げ去った。日向を守り抜いた島津家は、いよいよ大友領への侵攻を開始するのである。で、義久は戻して家久はそのまま阿賀田城を向かいます。なんとか強撃できればいいかなと。先月の収支です。報告いたします。阿蘇家の方にもこの後向かおうかなと。そろそろ城が一つ欲しいですが、全然発言力が足らない。この役に立たない武将をお返ししても全然発言力足らないので、この辺りが城主限定プレイでの難しいところですよね。発言力が限りがあるというところが。さて、うまく強撃ができたので、高橋常雲といえども。ご命令を。先月の収支です。どうということもないといったところ。都の城ばかり発展して、こちらの方が全然発展してないというか、すでに区画の上限達してましたので、そろそろ移動したいんですが、良い土地くれないかなと。もっと提案力を貯めないといけない。ここは強行で一気に落とします。戻れ。9月になって兵糧もたまりましたので、再び攻めていこうかなと。まずは岩尾城あたりから狙います。強撃できそうなポイントから行くと簡単に倒せそうかなと。さて、他の味方の部隊も一緒に出てくれるかどうかですね。戦場へと駆ける。なんか動く気配がなさそうですが、味方は動くのか。我が戦、お見せしましょう。我が策、戦場を制す。お助けいたします。全く動く気配が今動き出しましたね。どのように動いてくれているのか。いたします。先月の収支です。こちらの御船城に向かって今部隊が何部隊か出ましたので、まあ落としてくれることを期待しつつ、こちらは岩尾城を狙います。出陣します。皆我に続け。さて、これらが増援としてやっぱ来るんですよね。表情を始めます。なければ大したことはないのですが、いたします。岩尾城の増援として今やってきそうな気配があるので、今差し抜けるの間に合うかどうか。これで落としきれれば良いんですが。
さすがに立花同説もいるので、いかに家久といえども敵城門突破しました。耐えきれるかどうか。耐えきれなかった。しかも丸目さんが剣豪持ちが取られましたね。で、岩王城は落としきれないと。出陣します。丸目さんは取り返したいですが、ちょっとどうにもならない展開。ご命令を。先月の、あとは処断されないことを祈るのみです。いやー、少し間抜けな展開をしてしまったかなと。とはいえ熊本城と御船城落とせそうなので、まあ、牽制としては成功だったかと。ここは間髪入れずに戻ってきた部隊で再び岩尾城を狙いたいと思います。今御船城の方に敵部隊向かっているので、ここの辺り追い返せるのかどうか。しかも今こちらの方の佐敷城に龍蔵寺が攻めてきてましたね。とはいえ大友と龍蔵寺も北の方で戦っていると。これは九州が三国時代に到来したような、出るぞ、そのような展開ですが、出陣するぞ。さて兵数もある程度回復しているので、今高森城、こちら先月の終始です。味方の武将が落とそうかなというところ。さて守りきれるのかどうか、攻めきれるのかどうか。岩尾城の方には強い武将が今守りに来てますが、なんとか御船城を追い返せて、そのまま岩尾城に他の部隊が攻めていくというところですので、いい感じに攻撃ができそうかなと。高森城にも部隊向かってますが、なんとか新色さん戦って落としてくれそうです。薩摩隼人の部、天下に知らしめろ。家久があっさりと倒されるとは思わなかったというか、そうですね、同説がいるので、そうそうたやすくは勝てないと。ご命令を報告いたします。報告いたします。高森城さえ取ってくれれば良いので、ここは少し耐えたいかなと。今同説戻っていったので、途端にこちらの方が優勢になりました。ただ兵数だと31ですので、強行などはせず、あ、しかも新野さんが高森城を落としてすぐそばに、すぐその後に岩尾城にも来てくれましたんで、表情を始めます。報告いたします。これで阿蘇家は攻め滅ぼせるかなと。あとこれで武将が自分の手元に来ればいいんですが、それはなん難しいかなって感じですよね。なんとかこちらに来れば楽はできるのですが、岩尾城を落として、これで阿蘇家は攻め滅ぼせました。でもここまで頑張っても城の数は増えない、なかなか辛い展開ですね。それでも九州は南半分取ったところですので、あとは龍蔵寺と大友どちらを先に料理するかといったところ。天保ができるようになりましたので、加増だと発言力が足らない。では天保でこの都の城はかなり発展したので、残そうかどうか迷うんですよね。金山もありましたので、まあ、前線の熊本城ともう一つ人吉移動するかどうか、
あ、人吉も金山ありますので、じゃあ人吉と熊本城に移動が許可されるかどうかと思ったら発言力が足らないと。いやー厳しい、発言力がないのは想定外。38かー、足らないかな数字では。熊本城だけもらいましょう。これで今までの格闘城と都の城から都の城と熊本城に変わりました。多分人材は全て先に都の城に行くので、少し待ってから熊本城に移動させましょう。では人材の再配置を行いますと思ったら、格闘城に武将がそのまま居座ってしまったので、先ほど帰ろうとしたら、戻るぞ。このまま徒歩で熊本城に移動させます。なんとか熊本城まで戻ってきました。さてこれでまた出陣するぞ。展開しやすくなったかなと。なんだろう、この遺作城、見えてはいけないものが見えてしまったが、出陣します。ちょっとこれは取り返しましょう。出陣します。おっと、いざ戦場へ。大友家に寝返っているものがありましたので、ご命令を。先月の収支です。ここは南をきれいにしてから先に進みます。で熊本城はまずは連兵城を作る。んでもここに作るとあまり美味しくないので、先に進出でどうなるのか確認してから、まあ、南の方、あ、北の方発展できるので、では南のではなく北の方のこのポイントに連兵城をまずは作りますと同時に整備なども行い、出陣します。さて遺作城、これ倒せば一瞬武将をもらえるかなと思いましたけど、捕まえられない可能性ももちろんあるんですよね。表情を始めます。先月の収支です。なんとか一人ぐらいは取り返したい。この北の方は全部寺町作っていこうかなと。敵将捕獲したぞ。さていい感じに敵将を3名奪ってくれましたので、この3名がこちらの部隊になるのはありがたいところ。なんとか一人だけ仲間になりそうですね。なかなか特性が多数持っているので、これかなり強い武将が仲間になってくれました。他は解放しましょう。ちょうど九州の南半分以上落としたところで今回は終えたいと思います。すでに大友と龍造寺が戦っていて、大友の方はこちらの方毛利家に攻め込まれていますので、もう虫の息と言ったところなので、次回は大友から攻めるのが筋かなと思います。では次回もご覧いただけたら幸いです。